大きく変化する長崎県を、しかとご覧あれ。ふるさとがぐっと身近になる、身近な長崎。今年も特産品新作展の受賞商品が決まったようじゃの。新しく誕生した長崎県の特産品の中から優れたものを表彰する取り組みですよね。県知事賞に選ばれたのは長崎クジラつけちゃんぽんです。クジラとちゃんぽんのコラボ、それは気になるな。八郎部長、私が詳しく調べてきます。うん、パオさん頼んだよ。どんな特産品が生まれたのかワクワクするな。パンさん、今年も魅力的な商品が集まったようですね。はい、各部門合わせて110点の応募がありました。長崎手土産大賞に選ばれたのは、お茶とクジラの町東そのぎを表現したクジラもなかと、ハサミ焼きの器が特徴のハサミ陶箱クッキーです。各部門の最優秀賞は、長崎の柑橘ゆうこうを使ったハサミ焼きアロマストーンセット、長崎ゆうこう、安納芋の甘みに塩がアクセントになっている五島列島チーズケーキ塩安納、ハーブと柑橘の爽やかな風味が広がるトイシュトラフグの生ハムが受賞しました。そして今回全部門の中から県知事賞に選ばれたのが、牛肉が入った漬け汁で味わう長崎クジラ漬けちゃんぽんです。製麺所と牛肉専門店が共同で開発した商品なんですよ。わー、素敵です。今回タッグを組んだのは、大正15年創業の佐藤製麺所と明治37年創業の牛肉専門店の井上商店。それぞれの担当者にお話を聞きました。共同開発のきっかけは何ですか？本場のちゃんぽんサラダを全国の方に食べていただきたいと思いまして、うち独自で作ってました長崎漬けちゃんぽんを作ってましたけど、あるイベントで井上くじら屋さんとお知り合いになり、井上くじら屋さんのくじらの出汁のうまみ、これを知りまして、一緒に共同開発しましょうということで、作り上げたのが長崎くじら漬けちゃんぽんなんです。麺のこだわりを教えてください。はい、初代、佐藤陸門から96年経つんですけども、昔の製造方法、小麦粉の配合、すべて2代目3代目と引き継いで私まで来てます。それで今も現在食べてる麺類も96年前と同じものを作ってるという自負がありますので、必ず美味しいと思います。井上さん、スープのこだわりは何でしょうか？クジラのですね、美味しさをですね、お買い上げいただいた方に、簡単便利に、味わっていただくために、加工させていただいています。長崎クジラつけちゃんぽん、ぜひ食べてみてください。魅力的な特産品は贈り物にぴったりですが、自分へのご褒美としても購入してみたいと思いました。まだまだ魅力的な特産品がたくさんあるからチェックするしかない。しただけに。